はい、皆さんこんばんは、こんにちは、おはようございます。製麺機です。今日もね、宅飲みの準備が整いましたので、早速宅飲みやっていきたいと思います。今日もね、昼飲みですね。ちょっと軽めに、あの冷凍庫の中に入ってるものね、ちょっと食べちゃおうかと思って、冷凍庫の中からお肉と、あと紅鮭の寿司、お寿司ね、いい寿司っていうんですかね、あ、買ってあったのね、冷凍してあったのあったんで、もうそれもね、結構時間経ってるんで、どっちもね、お肉もお寿司も時間経ってるんで、もうそろそろ食べちゃおうと思って引っ張り出してきました。今日はこれでね、軽めに昼飲みやっていきたいと思います。じゃあちょっと火つけてね、先によいしょ。ちょっと鉄板温めといて、で、まず焼酎ね、ミニゴロね、ミニゴロを、ね、ちょっと軽く入れといて、で、炭酸、ウィルキンソンさんの炭酸ね、ウィルキンソンさんの炭酸、おーしょ、このくらい入れて、でポッカレモンで、レモンハイでね、やっていきたいと思います。では今日もね、皆さん一日お疲れ様でした。今日のシュワシュワはこんな感じですね。軽くかき混ぜといて、ね、今日のシュワシュワはこんな感じで、ではお先に失礼していただきたいと思います。じゃあシュワシュワで乾杯、いただきます。じゃあ早速焼いていこうかな。よいしょ。で、一応お野菜ね、ニラ入りもやしミックスね、これを、焼いておいて、で、お肉は、ラム肉ですね、ラム肉。ちょっとね、4月の14日の、ね、日付になっ て、ずっと冷凍庫に入れてあったやつなんで食べられるとは思うんですけど、さすがに食べちゃおうと思ってね、こんな感じですね。ちょっとこの辺ね、上のとこがちょっと冷凍焼けしてるんですけど、まあ、食べるのは食べられると思うんで、今日はこれを焼いて、出ちゃってるな、まだ凍ってんのかな。これでね、いただいていきたいと思います。じゃあその間にこっち食べてみようかな。味自慢鮭寿司、紅鮭入りいい寿司ね、釜田屋金星、こちらをいただいていきたいと思います。ではお寿司はこんな感じですね。これ結構ね、定価で買うと高いんで、いい寿司ね、鮭のいい寿司、こんな感じですね。ちょっとお醤油つけようかな。お醤油ちょっとだけつけて、いただきます。うん、おいしい。これ日本酒、日本酒、桃川さんのねぶたね、青森県上北郡小浦瀬町の桃川株式会社さんのねぶたね、
お寿司の酸味がすごく夏に合うね。うん、さっぱりする。いただきます。うん、冷酒が美味しい季節ですよ。うん、ではじゃあお肉はね、スタミナ源タレのゴールド、ラム肉にはねスタミナ源タレおすすめ。上北農産加工さんのねスタミナ源タレ、なんかいろいろ書いてありますけどね、今こんな感じでね、上北農産加工さんのスタミナ源タレゴールド。あー、金かて。あ、やっと開いた。ね、よいしょ、このくらい。あとコチュジャンちょっと入れようかな。早くしないとお肉が焼けちゃう。コチュジャンはちょっとだけ。あ、コチュジャンももうなくな。よし、もう焼けたかな。もういいかな。こんな感じですね。こんな感じに焼けました。よいしょ。ではラム肉、まあ、ジンギスカンみたいなもんかな。うん、ピントが合わないんだよな、相変わらず。ピントきたかな、これで。ラム肉ね、いただきます。うん、うん、うん、おいしい。うん、あ、焦げついちゃう。全部取っちゃえ。あ、焦げついちゃう、焦げついちゃう。一回油引いた方がいいかな。よっ。あっちあっちあっち。で、もう一回野菜焼いといて。野菜がもうあんまないな。ラム肉ね。よいしょ。じゃあさっきのやつ、これ食べちゃいますね。うわ、こぼれた、こぼれた。ああ。ラム肉こんな感じでね、野菜と一緒にいただきます。
ラム肉は野菜と一緒に食べるのが美味しいですよね。うん、ちょっと氷を入れて、あ、2匹あるから森の風香るね、ハイボールにしよう。森の風香る、あ、ちょっと多かったかな。で、ウィルキンソンさんね、おー、いい感じ。もうサラダね、作ってきてるんですけど、ちょっとサラダ食べてる暇ないかな。いや、焼いてるとね、またいつものね、これ買ってきたやつのちゃんと作ったサラダですね。ちょっと食べるかな。じゃあお肉まだ焼けないでしょ。じゃあ野菜サラダこんな感じね。で、いつものリケンさんの癖になるうま塩のドレッシングよいしょ。サラダもちょっといただいて、トマトからね、いただきます。ん、トマトも美味しい。ん、キャベツのサラダよりこういう葉っぱのサラダの方が美味しい。好きだな、私は。どっちかというとこのレタスとかこういう葉っぱもののサラダの方が好きかな。うん、うん、忙しい。野菜にこのラム肉のね、美味しいこう油がこう回るようにね、よくこう混ぜてね。じゃあまたいい寿司もらおうかな。鮭のいい寿司。もう下はご飯なんだな。まあいい寿司、いい寿司なんでね。下はご飯入ってますね。もち米かなこれね。多分そうだと思うんですけど。違ってたらごめんなさい。昔はね、うちもそのお寿司つけてたんですよね、鮭のお寿司。うちの母が大好物で。タケノコとか入れるんですよね、あの細いタケノコ、あの根曲がりだけとかね入れて作るんですけど、結構高いんだね、材料代だけでも。いただきます。ん、おいしい。もう一回日本酒、ねぶた、うん、あ、ちょっと火止めよう。もう焼けたでしょ。お、危ねえ。
ム肉ね、やっぱ原タレで食べるラム肉が美味しい。青森の人なんでね、北海道の方にもね、ジンギスカンのタレで美味しいのとかいろいろあると思うんですけども、私青森の人なんで、やっぱ青森の人はね、ラム肉ジンギスカン食べるときはやっぱりスタミナ源タレなんですよね。こんな感じですね。いただきます。おいしい。タレが美味しいとね、お肉も美味しい。こんな感じですね、ラム肉。よいしょ、いただきます。では、あとはね、また他の方の馬車具動画とかゲーム動画、元ブログなんかね、拝見させていただきながらゆっくり続きやっていきたいと思います。では今日のね、晩酌動画、まあ今日昼飲みですけども、の方はね、この辺で締めにさせていただきたいと思います。では今日もね、最後までご視聴していただきましてありがとうございました。あ、ラム肉にハイボールもよく合うな。ジンギスカンにハイボール合いますね。美味しいですね。ではね、この辺でね、締めさせていただきたいと思います。今日もね、最後までご視聴していただきありがとうございました。